アントン・ヒーセンは、スウェーデンのサッカーリーグディビジョン4のチクティンズ、BK にてプレーするサッカー選手である。同チームのコーチを、父グレン・ヒーセンが務めている。アントンは、元スウェーデンの U-17 のメンバーで BK、ヘッケンと育成契約を2007から2009年に結んでいたが、怪我により3年目に、チクティンズ BK へ移籍した。以前は、トースランド IK のメンバーでもあった。 彼の兄に、サッカー選手のトビアス・ヒーセンとアレキサンダー・ヒーセンがいる。アントンは、2011年3月に、スウェーデンのサッカーマガジン、オフサイドに手芸であることを公表した。タブロイド紙、デイリー・メールは、スウェーデンの有力なサッカー選手で最初に芸を公表した人物で1990年のジャスティン・ファシャルに次いで、サッカー界におけるプロ選手の公表事例となったと、報じた。 BBC は、アントンの行動に対して、世界的にまたとないことと報じた。2011年3月9日には、スウェーデンのテレビ局 TV4 が特集を組み、FR エイブン・ボガースプラ・フォトバルというタイトルで、レナート・イークドルが司会を務めた。アントンは、サッカーと並行して、建設従事者として、パートタイムも行っている。ありがとうございます。